皆さんおはようございます。ペンジ万世です。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。今日は魚、語、音ですね、説明をしていきます。まず今日の字の特徴としては頭、足の高さが段違いですね。全然違っております。いいでしょうか。で、左右間の中心もだいぶ取りづらいので、最初に真ん中の字を書いて両サイドの字を書くというのも一つの手ですね。それでは一画目、行人弁は上のの字はやりすぎなぐらい平らに、で次は斜めにですね、45度ぐらい。長さも多少違います。ちょっとお手本が短いですが、もうちょっと長くても大丈夫です。上の線ですね。で、2本目書いたのの字の真ん中くっつけて斜めに押さえてまっすぐ、こちらより短くしておいてください。で、続いて真ん中頭上がります。で、この字は3箇所緑色の丸で書いてありますが、3箇所の間隔を揃えて書いていきます。で、のの字書いて横線ですね。この高さがだいたい行人弁のこことだいたい似ております。上の線と似てますね。で、次ふっくら右上がりの上よりも長い線で、ここは両サイド行人弁と右の字にぶつかりやすいので、ぶつからない程度に長く書くので、それを考慮して上の長さも逆算して書いた方がいいですね。で、斜めに押さえてまっすぐで、間隔を揃えて右上がりで横線を引いていきます、ね、3本目の横線で、続いてで、この縦線の位置が、これも言うの忘れましたが、上から8分の5ですか、下から8分の3ぐらいの位置に折っております。で、最後にこの最後というか右上がりが来ますので、次書くこの線はさっき終わったこの位置よりも少し低くていいですね。斜めに押さえてまっすぐで、この斜めに押さえてという位置はさっき書いたこの横線よりも少し上の位置ですね。はい、短いとかっこ悪いです。いいでしょうか。で、きつい右上がりですね。上のどの線よりも右上がりがきつめで、結構短いですね。長さ、横幅、上の長い線よりも短い、一番上のこの線と長さが似てますね。続いて真ん中の字の2本目の横線ですねぐらいの高さになっております。ふっくら右上がりで、ふっくらとつぼめて次に向かって跳ねる、なんとなく跳ねないようにしてくださいね。次に向かって跳ねるで、斜めに押さえてまっすぐ、行人弁よりも長くですね。はい、真似して書いてみてください。チャンネル登録お願いします。リクエストありましたらお願いします。それでは素敵な一日をお過ごしください。さよなら、さよなら、さよなら。